シャオロンさん、普段のお仕事のための勉強はどのようにされているのでしょうか。僕の知識では、セネガルは、世界の最先端の情報が集まるとは思いません。これも根本はマインドなのかなと思いますが、誰に教えてもらうより、経験から学ぶとか、ご自身で仮説と検証していらっしゃるのでしょうか。まあ、まず、まあ、これもまたすげえ目移りしてるんやなって思いますけど、世界の最先端の情報セネガルにそれ集まるわけないですけど、そんなことないと思うけどな。ああ、集まる可能性もあるか。インターネット社会なんで、そうやな、別に取れ世るっ界て最いう先端ね。の情報を集めるための手段っていうのは、どこかに移住することではなく、英語で情報を収集することや、そうやな。シンプルに。だから、物理的場所って関係ないよねって。関ネット係つないながっな。てて、英語で情報を受け取れる人であれば、どこにいても受け取れますよねっていうのは思う。ただテクノロジー的に最先端じゃないっていうだけで、セネガルああ、は。そういうことね。で、あとその最先端の情報ってさ、まあ、ネットから英語で情報アクセスできるっていうのも一つやけど、まあ人からっていうのもあるやんか、ある程度さ。こんなん今何を流行もってって最るでっ先端てのっていうさ、か、そう言わ自れ分のて。守備範囲の最先端の情報が必要な情報であって、その自分の守備範囲外のさ、もうちょっとマクロすぎて俺には関係ないかなとかさ、俺とは業界業種違いすぎて最先端か知らんけど、別にそれで俺の毎日何も変わらへんかなみたいな情報っていうのって別に入れたとしても、別にそれは趣味でしかならんから。例えばもう最強、最先端、世界最先端テクノロジーの情報を俺が得てたとしても、俺の人生にあんま関係ないし、で、そこをどちらかというと捨ててて、俺は。それよりアフリカって、まあこれから何十年か後かに、まあ今もやけど来るって言われてるやん。言われてるんですけど。もう今はもうだって物価もこの何年で何倍にもなってるわけやんか。えぐい、土地普の通に値段から。俺生活費、セネガルでの生活費、日本におる時より多分高い。そんなも上がってきてるん東京に住んでる時より生活費かかってる気する。なるほど。2、30万じゃ生きていかれへん、普通に。2、30万のその新卒社員の、じゃあ無理やっていうことね。生きていかれへん。で、まあ、でも、アフリカにおることによって、そのアフリカビジネスとか、アフリカでこれが何が来るかとかっていう、もう一次情報はすげえ得られる環境におるんで、そういうやつから、だから人から割と聞いてますよね、それ。そうね。なんか情報の鮮度とかっていう、なんか最先端かどうかっていうか、情報の鮮度。で、そのアフリカの情報なんかさ、英語できて、フランス語できても、ネットにないよね、そもそも。なので、人海戦術的にね、行くっていうマインドセットでやってますね。やからこそ分かりやすく、多分経験から学ぶとか、本当にそういう情報を持ってる人から直接聞く生の情報とかっていうのをその大事情にするはあ報っるけていうのはど、そう、もうネットにないからね。別にこれ、ネットビジネスとかも全く一緒やなっていうのは思いますね。別に、に限らずやけど、すべてにおいてやけど、経験から学ぶとかって、ご自身で仮説検証してらっしゃいますかっていうのって、してないは0点やと思った方がいい。パッケージにしてくれていて、誰かが分かりやすく簡潔にね、順序立ててまとめてくれている情報をインプットすることを勉強やと思っていて、で、それをインプットして実践をしていったら結果が出るっていう順番で考えてる人は0点やと思った方がいい。そんな0点なんやったらもう知らねえよと。そう、俺がその0点人間やったからこそこれを言ってるんだね。それこそ勉強が得意な人ってどうしてもこの順番でものを考えてまうんだよね。誰かが分かりやすくまとめてくれているカリスマ講師みたいな人の授業なり教科書なりを上手にインプットして、インプットしたらあとはやるだけ。やったら結果が出る。やって結果が出ないってことはインプットが不足しているんだっていう、この順番で考えちゃう。これ確かに受験勉強これでうまくいくんやけど、確かに。でもそのそれビジ以ネス外とのすべかて。ナンパって、特にナンパとかいうか恋愛活動とかってちゃうもんな。そう。ていうか、勉強以外のすべてが順番逆なんや。スポーツ確かに。であろうが人間関係であろうがさ、順番は実践をするなよね。勉強をするじゃなくて、実践をしたら自分に何が足りていないのかに気づくわけやん。で、必要な情報をインプットするとかさ、あ、猫かわいい。っていう猫好きアピールしましたけども、嘘ですけどね。で、そどっちでの、も知らねえよ。それこそ知らねえよ。何の話してたか忘れたやんけ。そのせいで。だから受験のアプローチのだから順番先と。に実践をするのよ。で、自分に何が足りないのかが分かる。で、それを補うために勉強するとか、で、その試行錯誤、それこそ仮説検証を立てるっていう、PDCA ってみんな、結構ビジネスとかでみんな PDCA 回そうって言ってるけど、PDCA 回せる人ってほぼいないんだよね。
PDCA 言うてるやつの 95% が PDCA 回せてない説っていうのは、マジであって。はいはいはい。ロジカルに物事を考えれなかったりとか、うん、その、じゃあビジネスやったらどの数字見なあかんのっていうことっていうの分かってない状態で、うん、じゃあそれって仮説検証が立たんのに期待値が上がらない。なんならその手前の現状分析すらできないんだよ。うん、でもなんか頑張ることをみんな PDCA って漠然と言ってませんかっていうのはすごいあって、だからそこの、だ大事なの、唯一勉強しなきゃいけないことがあるとしたら、その仮説検証を立てる PDCA っていうことってどういうことかは勉強した方がいい可能性はあると思うんですけど、はいはいはい、でも基本的には実践をして気づくとか、足りないことに気づくとか、うん、失敗して気づくとか、この気づくがむっちゃむずいやん、これ。適当に言ってるけどさ、結果を客観的に見て、じゃあそれがより次やるときにうまくいくように確率が上がるような何らかその新しい仮説とかを立てるっていうのってここすごいさ考えなあかんし、ここにもすごくやり方があって、うん、でもそれをやるから別にそれってビジネスだけじゃなくてナンパでだろうが一緒やと思うんだよね。 BDC 回せやんこが1万人声かけたところ多分何の意味もないやんっていうさ話で、でもそこの能力って身につくと多分自分、もっと自分らしく、いろんな物事をよりこうスピーディーにとか早く効率よくでもいいし、自分らしくでもいいけど、よりその自分が達成したいと思う物事を達成するとかマスターするっていう、術をさ、身につけるってここやんっていう。で、それを高めていく意識なくて、ノウハウを集めてもマジで何の意味もないよね。確かにね。うん。で、順番が逆で、先に勉強インプットや。で、準備が整ったら実践ができる。もう、多分5年、10年経っても、絶対同じ状況だよ。これはもう言い切れるもん。うん、まあ確かにね、質問いただいた方、うん、まあ恋愛の勉強なのか、ビジネスの勉強なのか、勉強っていうちょっと視点になってるんで、インプット型というかね、うん、ちょっとアウトプットがほぼないのかなっていう印象なんで、特にその罠には気をつけたいですね。うん。そこに本当に問題意識を持っては欲しい。うん。真剣にね。うん、結構泣きそうなぐらい。もう泣きそうなぐらい。半泣きになるぐらいね、真剣に。そう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 。うん、経験あるから言ってるわかるわかる。それ認めたくないんよ、それを、うん。そうやって順番が逆なんやっていうことって、うすうす気づいてたりするんやけど、うん、それを受け入れるのってめっちゃしんどいし、怖いし、うん、痛い思いするし、悲しいし、うん、過去の今までやってきた。今まで全部無駄やったやんみたいな。全部無駄やったんじゃねぐらい自己否定と。ちょっとね、もうアイデンティティクライシスまで行ってまうぐらいのね。そうそう、なるから。うん、だから、できるだけ、今までの積み重ね、過去生きてきた生き方、考え方、行動パターンみたいなのっていうのは、できるだけ否定せずに結果を出したいってやっぱ思ってまうよ。それは感情的に。わかるわかる。皆さん、その時点で、これは。うん。でもその時点で感情的に選択と行動して持ってるのよ。すごい深い部分で、ベースの部分で。じゃあ、むっちゃ悲しいけど、これから3年、5年経っても状況は変わらんのよね。だって、変わらなかったことっていうのは過去の自分が証明してるから。だからこれをね、そうやってきたっていうことを、やってきたやなっていうのを認めるっていうね、この作業をね。めっちゃしんどい。めっちゃしんどい。めっちゃしんどいやん、だって。いや、もうだから、特に人生系の大事なね、そういうビジネスだったり、恋愛だったりってことは、えぐいしんどいと思いますよ。だって、まあ最近で言うとさ、俺、筋トレって、まあ別に俺の人生の中でそんな重要じゃないですけど、筋トレに関してそれになってたっていうことだけで、めちゃくちゃしんどかったし、それを見てくれたって。そんな人生においてどうでも、例えばさ、我々もさ、新宿時代10年ぐらい前一緒に住んでる時からさ、ジム行かなあかんな、筋トレせなあかんな、言うてさ、ティップネスをさ、契約したりさ、してやってたやん。で、まあまあ、やらへんわけやんか。行かへんし、たまに行くだけやし。だから10年前から、その、筋トレやらなあかんな、筋トレ大事やな、運動大事やな、言うて、その、俺やってたのはもう、インプットばっかりするわけよね、その、筋トレのやり方、栄養学とか、その、うん、で、他の筋トレの発信してる人たちの、発信見る、YouTube 見る、ボディービルダーいっぱい調べる、ボディービルダー、うん、ビル雑誌読む、小説読む、うん、で、小説まで読んでたんや。小説も読んでた。筋トレにまつわる小説って何やねん。あ、ボディービルの果てなき渇望っていうね、小説があるんですけど、要はあのボディービルにほんま取り憑かれてる人たちのノンフィクション小説みたいなのがあんねんけど、うんうんうん、おもろい。そんなのを読んだりして。で、進んでる進んでる。
って自分に言い聞かせるわけよね。ちょっとインプットしたから進んでるんや、俺は。筋トレ方面で人生進んでる。でも、心のどっかで分かってるわけよね。進んでないっていうのは1ミリも。進んでると解釈することによって自分が気持ちよくなってるだけやつ。そう、自分をなんとか平静を保とうとしてるだけで、本当は分かってるわけよ。うん、筋トレなんかジム行く以外ないことを、その思いも持つ以外に。読む前に腕立て10回の目からやれ。そう。ボディビル小説読んでる場合じゃないのは分かってんのよ。で、もうやっと最近になって10年ぐらいかかって、やっと受け入れたよ、俺。意味ないことちゃんとしてたと。うん、それ進んでるっていう風に解釈するのをやめたと、うんうん、でまあほんまに別にジム行って重いもん持つ以外特に別に何もやることないっていうのを受け入れたらできるようになったんですよね。でもそのどうでもいい筋トレでさえ受け入れるのがこんだけ大変なんで、その人生系ね、人生今までやってきたこととか恋愛とかその仕事とかっていう、うんうん、より大きなテーマになってくると、それを認める作業のしんどさえぐいっていうのはわかるんですけど、ほんまに認めに行くってね、結構本当にね、もう死ぬで、まあ深すごすぎて死ぬ、ほんまになんかイメージとしては、うん、それ自分にとってこれめっちゃでかいなっていう、うん、これ抽象的に喋ってるけど、なんかあこれ自分にとってはここが図星なんかなっていうのってなんとなくある方も聞いてる方で言ってると思うんですけど、うん、そこでかいなってなったらマジで、うん、もうなんか床に這いつくばって泣くぐらいないって、もう床をこうね、ぐわーやるわ、つめて。くそーくそーこうなる。うん。ぐらいしんどい。崩壊。隣の人気にせん、もう大声で、うわーってなんか、叫んでまいたいぐらい。もう壁バーン殴るぐらい辛い。うん。そう。でもそれってやっぱ無意識は絶対避けるから。そうね。感情的な生き物やから。で、より蓋を強くしていってしまうからね。蓋を重くしていくというか、そうそう。その認めたくないから、その弱い部分に蓋してたのを、さらにもっと蓋してっていうね、重り。でもそうやって、例えば、じゃ小説読むとかさ、奥村の例で言ったら、うん、みたいなことを受け入れずにやることって、うん、本当にその、蓋の漬物石をどんどんこう、積み重ねていく行為みたいな。そう。やればやるほど、より開けれなくなっていくというかね。だけど、そこで、じゃあ、諦めて、受け入れて、行動するようになったときに、初めて、もう一旦無駄やって、マジ、何の意味もない。1ミリも意味ない。もう、お前、もうアホやと。死んだもんや、ぐらい、自己否定するんだけど、それして、行動していった先に、初めて、ここを無駄じゃなかったっていうことに、気づく領域ってここにあるやん。いや、そうなのね。でも、遠くにね。でも、これをもうポジティブに解釈しちゃダメで。そうやね、うん。ポジティブシンキング。一旦そう、ポジティブシンキングね、サイエンスオブハピネスしてる場合じゃなくて、一旦否定しにかかって、でも、嬉しいお知らせっていうのは、ちゃんとそこが順番入れ替わって、実践していって、つまずいて試行錯誤していった先に、これは無駄じゃなかったって、本当にフラットに解釈できる。そんな世界があるわけね。そんなステージ世界があるっていうのは、ほんまもんね。うん、それをが一番さ、過去の自分の今までの過ちを救ってあげるさ、方法や。今自分が言った唯一の方法や。そう、唯一の方法なんだ、それが、うん。っていうのはすごい何事もやけどね。こんなん、こういうことをさ、何回やってきたかわからんや、うん、我々なんて。うん、どんだけ遠回りしてきたか。そう、アホで。そう。まあ、東大とは思えないぐらいアホなことをね。うん、東大と思わないぐらいアホですね。うん、なのか、もしくは東大生全員アホなのか、どちらかですね。いやいや、玉井だけアホですね。他の人は賢いのに。あ、それを受け入れろ。玉井限定でアホやということ。俺だけアホやと。そう、他の東大生道連れにする必要ないから。そう君だけで。それを俺は受け入れないのないといけない。そう。床こうやってでもね。床こうやって這いつくばってでも。そう。でほんまにこの順番っていうのが大事ですよっていうことです。そうですね。いや、しんどいけどめっちゃ意味あるよね。うん。うん、だから、うん、コンサルとかでは特にコーチングとかやっててマンツーでセッションするから、そういうとこバーン、うん、言うからさ、もう言われた人はもう、ふわーなるけども、まあそういう機会やから、向き合って、受け入れてやっていくっていう場面にめっちゃ出くわすわけやけど、うん、うん。そっからすごいパラダイム変わった世界で生きていってる姿見ると、やっぱ、よりちゃんとハピネスになっていってるもんね。うん、そうだね。その先にサイエンスオブハピネスがね。別にあるわけ、ね、サイエンスオブハピネスとは言うてないけどね。うん、があるわけ、ね。意味変わってくる。じゃあなんか、なんかその幸福学ってちょっとおもろいなって思う。幸福学はおもろいけどね。うん、
ちょっとおもろいなって思って、ちょいちょい言ってるだけですけどね。はいはいはい。